今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろ、おはようございます。意味わかんない、頑張っていきましょう。おはようございます、三村です。今日はちょっと朝リラックスするためというか、まあ、疲れを取るためにお風呂を入浴をしていました。朝から朝活でございます。わー素晴らしい。で、まあ、昨日の夜ね、少し言った通り、明日朝からショールームするかもしれないって言ってた通り、朝ショールームします。で、755を見てくださった方はね、あ、そうなんだって感じだと思うんですけど、そう、8時半ぐらいから配信できたらするっていう風に一応告知をしていまして、そう、まあでももうね、仕事の方もいらっしゃると思うのでのんびりとやっていこうかなと思います。はい、とりあえずドライヤーしますあのね、すごくあれですよね、なんかドライヤー配信に別にそんなに需要がないことは分かってるんだけど、まあすごく私としてはこう、まあウィンウィンというか私は髪を乾かせるし、みんなは髪を乾かしている三村日野が見れるっていうウィンウィンな関係でいきましょう。一定数いるかわからない髪の毛なびかせてる日野ちゃん好き好き界隈にいるのかな、ちょっと向けてじゃないけど、まあ普通に喋ってる方がね、多分楽しんでくださる方は多いんだろうけど、まあちょっと私の効率のためにも髪の毛を乾かすっていう、いやね、あのね、髪の毛を乾かす時間って一番虚無なんだよね。何もできないの、本当につまんないの。だってさ、なんか動画も見れないじゃん。なんか他のことだったらさ、まあ例えばだけど、なんかご飯食べながらなんか動画見るとかさ、なんかテレビ見るとかさ、そういうのってまあできるっちゃできるじゃないですか。まあ教育上やらないって人もいるだろうけどさまあそういうのってまあできるじゃん。歯磨きしながら動画見るとかはできるけど、あのね、ドライヤーで髪乾かしながら動画見るとか、なんか別のことするって本当にできないんだよね。もうできることといえば、もうそれを映して垂れ流すことぐらいしかないとても効率が良いですね。世界の効率がいい。まあ、ドライヤーだけで配信終わらせることはないんで心配しないでください。ということで、髪乾かすか、てか8時台から配信するのなんか普通にやってるけどさ、よく考えたら私めっちゃ健康的な生活をしてるよね。最近朝起きてコンサートリハーサルやって、朝配信したりもする日もあるし、すごく効率的、素晴らしいね。ということで髪乾かすわ。お風呂上がった瞬間が一番寒い。
ありがとう。全然こんなの。水が映ります。ああなんかいろいろ落ちた。届いた？マジ？ちょっと待ってね。え、今投稿。ああ、時間差かもね。よいしょ。からショールームハロウィンキャンペーンですね。高級フルーツもらえるね。なんか来てたな、そういうの。なに、今日の夕方からとかお知らせとかにあるかな。お知らせ、あ、これか。25日3時からフォア AKB グループ、20万ポイント達成で豪華特典がもらえちゃう。10月31日はね、配信ほぼできないと思うんですよね。限定でコスプレカテゴリーが登場。10月31日放送の特番内でコスプレ配信をしているルームを巡回してご紹介。1位の方は推しメンバーをポップアップ枠で PR 可能なサポーターライン。どういうこと、どういうこと。え、キャンペーン対象ギフト、無料ギフト、20万ポイントを達成したメンバー全員に秋の味覚豪華フルーツをプレゼント。欲しい。欲しい、欲しい。あ、そうなんだ。
つ。まあよかったら無料ギフト貯めておいてください。今日の15時、今日夜配信できたらやろうかなと思ってるけど、ちょっとやれるとしても多分1時間できるかできないかぐらいだから、そう、そうなんすよ。だから31日までらしい。なんか31日もせっかくだから仮装したいんだけど、その日ほら夜遅くまでショールームイベントの配信があるので、そうそうそう、23時までに絶対できないわ。まあまあいいや。そう、まあよかったらご助力ください。ご助力ください。無理しないでいいよ。ビスイベントも終わってなんだかんだもう何ヶ月だった、あれ9月の頭だったっけ、ビスイベって8月9月かの頭だったけど、なんだかんだねまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないから全然無理しなくていい。でも無料ギフト集めておいてほしい。まあためて待っててほしい。よろしくね。長いかな、ちょっと長いね。65日ありがとうございます。もう生誕祭から10日経とうとしているね。ちょっともうちょっとやろうかな。前髪じゃない、髪の毛。ドライヤーのかけ方のポイントはありますか？まずできるだけ、自然乾燥はやらない方がいい。髪の毛乾かすときに自然乾燥だと、なんかね、キューティクル、髪の毛のキューティクルが開いてるタイミングって髪の毛が濡れてる時なんだって。だから自然乾燥だとそのみんなバラバラでキューティクルが閉じていく形になるから、そのまあまだらになっちゃうので、キューティクルの流れっていうのはこういう風に流れになってるのね。上から下に流れてるの。だからこうドライヤーのかけ方としてこうやって下からだと逆にしちゃうのね、逆立てちゃうの。だからドライヤーのかけ方としては上から髪の毛の流れに沿って当てるのが正解らしいです。
これやるだけでかなり変わるかもしれない。だから自然乾燥はさせないで、お風呂から上がって、化粧水と、保湿したら、すぐに髪を乾かせるのが一番ベスト。そう。ちょっとこのバスタオル置いてくるわ。よいしょ。あ、ちょっと部屋の外寒っ。部屋の外超寒いんだけど。よいしょ。なんかさ、お風呂から上がってさ、寒いからさ、部屋暖房ね、つけて温めてたの。今つけてないんだけど、なんかちょっと温めときゃいいやと思って。そう、でも外出るとほんと寒い。なんか普通に家の外、よいしょね。みんなもなんかあったかい格好して、私半袖だけど今、あったかい格好してあったかい飲み物とか飲んでね。よし、ドライヤー終わった。おはようございます。よし。ねえ、ほんと急に寒くなった。秋すっ飛ばした。なんか全国どこもそんな感じだよね。新潟とかだけじゃなくて。そうそうそう、確かに足冷えるから靴下、着圧ソックスでも履こうかな。意識高い。ちょっとさ、もうすぐさコンサートですからさ、ちょっとさ、そんぐらいやっとかないと。どこだろう。あ、こん中かな。ちょっと着圧ソックス履いてこうぜ。どこ、この中に入ってない。あったあったあった。よいしょ。春夏花粉、あ、花粉じゃない、春夏花糖。確かに、春夏秋なかったもんね。秋なかったもん、ほんと2回同じこと言っちゃった。よいしょ。あったかい靴下。着圧ソックスって皆さん知ってますか？いわゆるメディキュットとかって呼ばれてるやつですね。まあそれは商品名なんだけど。よいしょ。 T シャツね、今寒くないんだ。普通になんか部屋の温度 25.8 度あるから。そう、なんかね、そう、なんかよくわかんないけど、うちあったかいらしいんだよね。
そう、着圧ソックス、もう普通に寝る用みたいな。なんか外行くときはあんま合ってないけど、むくみを取ってくれるやつですね。もうコンサートがさ30日までにさ、こんな感じのこういうやつ、こういう感じで、ちょっと分かりづらいと思うけど、なんかこういう風にね線が入ってんの。ここ締め付けてくれるやつなの。なんか多分熱をねあんま逃さないんだよ部屋が、だからあったかい。よっこいしょ、ほっほっほっ。すごい、なんかもう寝る前みたいな体勢だわ早くない？今日まだ朝起きたばっかなんだけど、7時半ぐらいに起きました。7時半よりもっと前かな、7時過ぎぐらいに起きて、そっからお風呂入って、7時半から8時半ぐらいまでお風呂入ってたんだよ。長っそうだから、よいしょ、えい、それで朝過ごしていたから、めちゃくちゃ朝活ですね。お腹が空いてきましたね。本当だよね、これから本当寝るよね。あーごめんね、マジでこれから寝れますって感じ。よいしょよいしょ、ちょっと前髪が長いな、切ろっかな、ちょっとブラッシングしよう。そう、実はこの髪の毛ほんとこれ乾かしただけでね、こんだけストレートなのよ。そうだからね、いつもねメンバーとかにね、髪の毛ほんと綺麗っつって、先輩にも同期にもめちゃくちゃ髪の毛褒められる。ほんとにやっぱでもさ、髪の毛伸ばすのってさ、女子からしたらさ大変なわけよ。そう、私は髪染めたことないからっていうのもあるんだけど、伸ばしやすいというか綺麗なものを保ちやすいっちゃそうっちゃそうなんだけど、そう、髪長って言われる、切らないのって言われる。でもね、そういや切りたいなとも思うんですけどねって言うとね、でももったいないよねってみんなに言われる。もう絶対そう言われるそうでも私の髪の毛なんか、あ、そんななんだと思ったけどね。なんか自分の髪の毛にそんなに自信があるわけでもなかった。別に自信がないとも言わないけど、そう、そんなすごい私の髪の毛めっちゃ、私の髪の毛世界一みたいな感じでそんな風に思ってたわけじゃないんだけど、そうなんかすごい褒めてもらえるから、そうなんだって思って。逆に言うとね、すごい直毛なの、髪の毛ストンって全部下に降りてくるのね。わかる、そのいわゆる天然パーマのとかさ、もうちょっと柔らかい髪質の方ってふわふわするんだけど、私完全に直毛だから、こうなんていうのかな、コテで巻き髪とかにしてもすぐ落ちちゃったり、そう、前髪薄くすると変だったりするんだよね。ちょっと前髪長いな、やっぱちょっとだけ切るか、今切っちゃう、ほんと数ミリでいい、それか巻くか、巻いたらちょうどいいかな、ちょっと長いな、今切っちゃってもいいな配信で前髪切りますって。そう、100均のハサミで、こうやってやればまあいいんだけど、やっぱちょっと長いな、切ろっかな、よいしょ、お水飲もう。
今ここのショールームに来てくださっている方はこれからお仕事ですか、それとも今日は休みですか、それともテレワークですかどれですかどれですか。よいしょ、あ、これ何、あ、空っぽのコンタクトケースか。ちょっとじゃあハサミ持ってくるか。ハサミと鏡同じエイフメルじゃん。ハサミ鏡、ハサミ鏡、まさに鏡、ハサミ鏡、イエーイ。さらにさらにハサミ鏡、前髪切る髪、今日も誰かに何言ってんやろ何言ってんすかね。どうしよう、切った髪の毛をどこにしまうというか、どこに捨てるか。いつもね洗面台にね大量にティッシュを敷いてやるんですけど、ちょっと今ここは洗面台ではないので、どうしようかな、なんかいい感じにビニール袋とか敷くか。よし、これでいいや。おいしょ、あ、仕事の返信が来てる。今日は休み、これから仕事、テレワーク中。あ、そうなんだ。テレワークだと仕事中でもショールーム見れるからいいよね会社はしばらくお休み。そうなんだ、確かにね、なんか時期によってお休みのなんかその半、いわゆる繁盛期というかさ、こういろいろありますけど、職種によって休みの時と忙しい時あったりしますよね。アイドルも同じようなもんですか。アイドルも祝日は忙しいけど、なんか平日は暇、今は NGT 忙しいけどコンサート終わったら暇みたいな、そんな感じね。でもなんか最近普通にね、ありがたいことにお仕事も増えてきて、あの、私じゃなくて NGT の他のメンバー含めてね、結構いろんなところで活躍してる名前を聞くことができるので、あの新潟出身の子たちがさ、なんかやるじゃないですか。そう、それもねコンサートと同時進行だからね、やばいっつってた、みんな無理無理無理やばいって言ってた頑張って頑張ってねって言って、繁忙期だったらしい。確かに繁忙期か、あれ繁盛期とは言わないか、あ、繁盛期も言うよね、あそうだよね、びっくりした。繁盛期とも言うし繁忙期とも言うらしい。商取引が盛んな時期、商売が繁盛する時期、旅客運送業などでは多客期とも言う、製造業などでは繁忙期の表現がより一般的らしい。繁盛期も繁忙期もあるらしいよ。分かりづらいね。どうしよう、これでいっか。髪の毛全部おろし、ブラシあるかな、ブラシ一回通した方がいいな。よいしょ、いや撮影が同時進行というよりは、そのやっぱセリフを覚えるのは同時進行じゃん、もうやんなきゃいけないからさ、そういう話ですよ。全然ごめん、私詳しいスケジュールは分からないから、だし別にみんなも知らないだろうから、
詳しいスケジュールというかどういう流れで作られるのか。私あれ舞台だと思ってたんだけどさ、違うんだね。なんか舞台だと思ってた勝手に。映像らしいね。よいしょ。結局何事もね、意外と同時進行になったりするわけですよ。でもね、その11月3日に行われるというか放送される NGT48 ラーメン部の特番もさ、ロッチのお二人が MC で来てくださって、それで私さ昨日公式のツイッターに載ってたけど、なんていうの、再会を喜びと、あとなんていうの、今月末のね、あのロッチさんもライブやるんですよ。それでそのライブ頑張ってくださいっていうのでお花をお渡ししたの。ありがとうございました、これからもよろしくお願いします、ぜひぜひっていうので、でそれでお花を渡して、そのお花のがその新潟で栽培されたゆりさんたちだったんだけど、その朝さ、そのツイッターの人にさ、三村さん、あのアルビで言ったお花の説明覚えてますかって言われて、新潟で栽培されたユリをメインとしておりまして、アルビカラーのオレンジのバラと青いリンドウを使用しておりますって言って、ユリの説明はって言って、ユリは新潟県が出荷量全国1位でっていう言って、よしって言って、それだけだったの、私それだけだったの。なんかあれ、テスト受けたみたいなそしたらその放送終了して、あれ放送オンエア外だと思うんですけど、それでね、じゃあ写真撮りますって、動画撮りますって、みんなでね、NGT48 ラーメン部特別番組新州メンバトルみたいなやつ、あれ見てねーみたいなのさ、あの YouTube の最後にくっついてたじゃないですか、あれあれのその後に、で今回お花をっつって、その新潟フレンド選抜のオリメンの2人、門さんとレイナーさんだって、レイニャーさんがお花をお渡しして、あお花をお渡ししたっつって、そしたら三村さんって言われて、はい、はい、あお花の説明してあげてください言われて、ええって心の中で思うのも、それ 0.5 秒の間ね、あはいこちらのお花はっつってあれなんで放送オンエア外なんだろう、放送してほしい、唯一の見せ場みたいなもんだったのに、あこちらのお花はですねっつって、何ってロッチのお二人がさ来てくださって、めっちゃ多分私ロッチのお二人にさ、お花の説明の人って思われてるよ、お花の説明の子って。そう、あこちらのお花は新潟県で栽培されたユリをメインに使われていまして、はい新潟県は実はあのユリの栽培が盛んで、出荷量全国1位なんですよ、なんとね。でそれで今回はこちら使わせていただきました、ぜひ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 ね、新潟はチューリップとかもね盛んですので、よろしくお願いしますって、ぜひよろしくお願いします、お花とても素敵ですのでつって、え何なのつってお花がめっちゃ好きな人、あいや別にそういうわけじゃないんですけどお花の説明をする人です、えひまわりとかはって言うから、あそうですよね、あのツナンのひまわり畑ありますよねつって、ガタフレでも行かれてて、あとロケにも行ったことあるよって言って、あそうですよね、あの迷路で途中で帰らなきゃいけなかったやつ、およく見てるね、あ見てたんですっていうやり取りをしましたすごい美味しいところだったんだけど、多分放送はされないというか収録されてないと思う、あそこは終わった段階だったから。そうだから解説係ってみんなリプとか引用リツイートとかになってたけど、解説係っていうのはそのアルビの時にやらせていただいたものを
その場で言ったって感じですね。そうそうそう、お花の解説係。もう私今後お花キャラ頑張ってちょっと目指していこうかな。なんか美味しいからお花でも普通に、でも私もともとイラストで花言葉とか検索してよくやるじゃないですかね。誕生花、誕生花の花言葉でいい意味のものを調べてとかそういうの好きだから、ワンチャン向いてるんじゃないかなって思うんだよね。向いてる気がする。ワンちゃん花好きな子いるかな、うちのメンバーに。花ってでもさ、もう無限に種類あるから難しいよね。好きなことじゃないとなかなかやっぱそういうのって続けらんないというかさ、ななこさんの駅伝とかもそうだけど、本当に好きじゃないとなかなか難しいからね。よいしょ。ギュイ。じゃじゃーん。ちょっと前髪を切りましょう。じゃあ、ここがっつり切っちゃっていいかな。長いもんね。よいしょ。まずここちょっと先揃えちゃって、まあ後でこの辺は掃除機かければいいか。ティッシュ遠いな。すぐ花言葉を言えるアイドル目指すか。あ、そちらの花言葉はでもユリの花言葉からまず覚えよう。じゃあ、なんだろう、可憐とかだったっけ、なんかそんなイメージあるけど、純粋とか可憐とかじゃない、ユリって。なんだろう、ちょっと調べようかな。ユリの花言葉は多分で、めっちゃいろいろ種類あんのよ。すごくない、ユリ全般の花言葉は純粋。いや、よく覚えてたね。あ、まあ調べたことありますけど、純粋、合ってた合ってた、純粋、無垢、威厳、合ってた。ひまわりはあとね、天真爛漫みたいな意味だった気がする。ひまわりはひまわりね、天真爛漫みたいな意味だったんだよね。なんかね、あなたの笑顔が美しい、なんかね、そういうね、なんか文章みたいなのもあんだよ確かに。ひまわりってなんか太陽みたいな、そういう感じの意味だった気がする。よっこいしょ。ユリ、リリーって読みますね。英語でリリーと言います。ユリの花言葉全般は純粋、無垢、威厳。色によって、黄色いユリは陽気、オレンジのユリは華麗、可憐、白いユリは純潔、無邪気、正常、好奇、甘美、自尊心、誇り、偉大、栄華。へえ。可憐はないか、虚栄心。へえ。白いユリは純粋、無垢、威厳、純潔っていう意味らしいです。でひまわりはさっき言ってた感じだった気がするけど、あ、そう、あなただけを見つめる、そうなんだよ、そうなんだって、そう言ってた通りですね。なんかね、文章みたいって言ってたけど、崇拝、情熱、あなたは素晴らしい、ほらね、
色別、黄色、オレンジ色、未来を見つめて、めっちゃいい言葉やん。本数別のひまわりの花言葉、1本一目惚れ、3本愛の告白、7本密かな愛、11本最愛、99本永遠の愛、ずっと一緒にいよう、108本結婚しよう、999本何度生まれ変わってもあなたを愛す。へえ。ね、でいい言葉ばっかだよね。あなただけを見つめる、いいね。そう、バラはね、そう、情熱とか愛とか、なんか他にもいろいろあるんだけど、バラに関してはよいしょ、どうしようかなこれ、あ、やべ、ちなみにね、髪の毛の中身はちょっと短くても大丈夫。なんか曲がってんな。チューリップなんだろう。色によってだいぶ違った気がする、チューリップって。紫が不滅の愛、黄色が正直、白いチューリップ新しい愛、赤いチューリップ愛の告白、オレンジのチューリップ照れや、緑は美しい目、ピンクは愛の芽生え、誠実な愛。へえ。チューリップね、色によって違うから覚えるの難しいと思う。よいしょ。あ、ちょっと短いかもしれない。これオンリーだとちょっとさすがに短いかもしれないね。よし、上を下ろそう。ちょっと癖ついちゃってんな。ね、ちょっと覚えるのは大変だろうけど、なんだかんだちょっと覚えてたからね、ユリとかひまわりとかもちょっとだけだけど、意外と今後機会があれば、まあユリはもう覚えてるだろうな今後。
目の中に入っちゃった。取れた今。コットンとかでやった方がいいな。ちょっとこれよろしくない。ティッシュでゴシゴシやる。ゴシゴシというかペタペタするのが。そう、髪長いのよ私。どうかな。ちょっとでもガタガタすぎるな。もうちょい切る。ちょい切っていいな。もうちょい切る。ここがね、つんつって全部切ったら怖いよね。フラグ立てた今フラグ立てちゃった。あ、ちょっと待って、変なところに落ちてる。ちなみに前髪のセルフカットは縦にハサミを入れるのが正解なのでらしいですって YouTube が言ってた。まあでも美容師さんとかもそうやってやってるよね。横でやると多分ねバツンつっちゃうからね。あ、いいんじゃない。ちょっと一箇所長いな。これで分けて、ちょっと飛び出てるところをカットして、良くない？うまいわ前髪カット。ちょっとね、なんか前髪変な癖ついてたからちょっと今癖取るわ。前髪いい感じじゃない？ちょっとここの流れが、ここが長くなっちゃったね。ここが長くなっちゃった。これが長いんだね、ちょっとね。
切ろうか。ちょっと目に入った。前髪切るのだいぶうまい方だと思うんだよね。昔は全然できなかったんだけど、あ、残してるな。うん、ちょっと癖ついてるから直して。いや、触覚はね、あるよ。これ今隠してるだけ。はい、あるよ、触覚。ほら、ね。ちょっと、いろいろ形は変えられるように、量とかが変えてるけど。うん。あるにはある。だけどない方がすっきりして見えるし、なんか髪の毛かわいいなんか髪の毛かわいい。私これ薄くしたいけどな、髪の毛。そうだね、もうちょっと長くなっちゃったから姫カットっぽいかも。全然そんなつもりはないんだけど、これだと姫カットっぽいね。てか長さ違うし長さだいぶ違うけど、量多いな。長いし量多いし、ちょっと長いの切ろう。このぐらいかな。もうちょい。まだもうちょっと長い。ビッグのセットするようになったからね、髪切るのね、上手になったよ。上手ってほどでもないけど、もちろんなんか前よりできるようになった。
で、ちょっと薄くしようか。これでもな、まだ長いな。さっきよりでもいいか。ちょっと切っていいな。でも切りすぎるとね、あ、切りすぎちゃったってなっちゃうから、もっと切っていい。でも顔がな、その向き的に歪んでるから、どうしても。もうちょっと切っていいね。こんぐらい。うん、いいんじゃない。なんかでもなんか違う気がする。あ、でもいいんじゃない。あ、いいわいいわ、だいぶいい。よいしょ、どう、前髪いい感じに。あ、いい感じになった。ちょっとかかった髪の毛をきれいきれいしてあげて。めちゃめちゃいい感じ。ちょっとこっちが上がってるから、ここ下げて。いい感じじゃない？綺麗。前髪めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。やったー。なんかもう1週間に1回ぐらい切らないとね、伸びちゃうんだよね。触覚はちなみに、長いのを出すと、この辺、これは元触覚ですね。長い子たち、逆立ちちゃった。
昔の触覚を出すともうこんな感じよ。これこっちの方が量多いか。昔の触覚こんぐらいの触覚だったのはもうこんぐらい長くなっちゃってて、そうそうそう。それよりもちょっと長いのだから、触覚はね怖いから自分であんまり切らないんだよね。ここか。あ、開けた。ちょっとね、右と左で量違うのはもともとの前髪の数の問題なんですけど、もともとこっち側をさ、ほら私空間で開けてたからね。これ触覚のいわゆる触覚ぐらいの長さはこんぐらいだけど、最近はちょっと今短くしちゃったから違和感あるかもしれないけど、よいしょ。こうだね。これちょうどここの顎の下というか顎のエラよりちょっと短いぐらいか今は、よいしょくらいにとどめておけてますね。最近はこのぐらいの触覚が多いです。いやーもう前髪も切れたし素晴らしいね。朝メール送ろうかな。よいしょ。いやもうすごくねテンションが高いです。なぜなら前髪が綺麗に切れたから。よいしょ。昨日そうだ、お休み村結局投稿できなくてごめん。もう早く寝ようと思ってできんかった。なんか撮ったんだけどなんか途中で途切れちゃってて半袖ね、寒くないの実は今家なんか 25.1 度ある。ちょっとだいぶ下がってきたけど、ちょっとポタポタ、よいしょ。前が落ちてくる。こうやってやったら固めないと邪魔になっちゃう。はあ、ちょっとこっちやっとくか。止めておいて癖つけてもらおう。ちょっと新しく切ったところはどうしても元の位置に戻ってきたがっちゃうから、こうやって外にね止めておくといいです。こっちもだけどね。
よし。あ、新しい前髪だよって撮ろうとしたのに前髪止めちゃった。知恵戻そう。いてててててて、こっちの方が量多いな。こっちもうちょっとあったよね。長いのがあるのか。癖ついてんな。やだな。アイロンでまっすぐしないと。埼玉ナウ？ノー、新潟ナウ。初見さんどうも。今普通に新潟ですよ。新潟寒いぞ。おはよう。おはようメール大黒。ちょっとまだショールームやってるけど、ショールームありがとうございましたって書いておくね。今日はね10月25日何の日かな。リクエストの日、新潟前の日、今日新潟前の日だって。みんな新潟前の日だって。やっぱ真ん中がちょっと長いかな前髪。いやでもいっかいっか、真ん中がちょっと長い。いや真ん中をあれで上げればいいか、アイロンで上げればいいか。全然変じゃないか。なんか自撮りで見るとちょっと変かなって思ったんだけど。
で新潟米の新潟米の日かっていうと、なんか語呂合わせらしいなんか語呂合わせらしいよ。でもガガ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 ガういしょ。朝メールを今書いておりました。よし、 OK、 送信。前髪がいい感じでテンションが上げ上げですよ。語呂合わせ、ね、いいお米新潟コシヒカリコシイブキだって。いいお米のいいが1で、お米のおが0、新潟の2が2、コシヒカリの子が5、コシヒカリコシイブキの子が5らしい。いいお米新潟コシヒカリだから、いいいいおにこってことだね。だから結構確かに無理やりではあるんだけど、 JA 全農新潟が制定してるそう、新潟前の日がちゃんとあるらしいよ。私もなんかコシヒカリかな今家にあるのは。まあ無洗米なんだけど私がちょっと米洗うのめんどくさがっちゃうから無洗米なんだけど、たまに炊いてるし、まあそもそも私お米好きだから、なんかこう外行った時とかも大体ね、どこもなんていうの、ご飯屋さんはお米新潟米だから、そう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 、爪また長くなったな、足の爪が長い、切ろ切ろ今度。そう、無洗米めちゃくちゃ便利なんだよね。そう、なんかちょっとつけとくだけでいいし、米研ぐのめんどくさいからね言うてね。まあ別にそんなめちゃくちゃ めちゃくちゃね、その時間かかるわけでもないけど、家事できない民としては本当に無洗米はすごい楽で素敵。よいしょ。
やもう今日朝からね酵素ドリンク飲んでお風呂入って入浴してもう元気いっぱいよ。ちょっと眠くなってきたけど早起きすると眠くなりますからね。顔マッサージとかするか。そう、酵素ドリンクはね朝起きた瞬間がいいらしい。ね、ほんと朝活、まだ10時だよ。お腹すいたな。なんかあるかな、家に。なんもないな。あ、お米あるな。お米食べるか、せっかくなら。冷凍してるやつだけど、お米あるわ。でもお米と一緒に食べるものがないなお米に何か入れられるものがないぞ。ちょっとここ一瞬片付けようかな。よいしょ。があるからちょっとなんかシフコ、よいしょ、除菌クリアシート、クリアシートじゃない、ウェットティッシュ。納豆ないんだよね今。ふりかけならあるわ。ふりかけ、あ、梅肉ある。梅肉、梅肉でええんちゃうか。ちょいとおむちゅん。